みんな聞こえてますか？リリでーす。こんばんは。こんばんは。リリでーす。今日は、大体日本語の雑談やっていきたいなって思っております。はいはいはい。Hi everyone, it's me, I'm back, it's Lily. I want to do a mostly, Japanese language stream today, so please excuse me if I'm not talking English as much. If you are commenting in chat in either language, I will do my best to respond.チャットはどちらの言語でも、答えていきたいと思いますから、英語になる可能性もあるんですけど、正直わかんないね。まあ、視聴者さんによりますね、これは。では、今日はちょっとだけ雑談やってみて、もし気が向いたらお絵かきもやるかもしれないね。なんか、久しぶりにお絵かき配信とか、あんまりやってないんで、やんなきゃいけないな、と思って、これは、まあ、お絵かき配信になる可能性もあります。可能性ね。絶対なるんじゃなくて、なんか可能性がありますね。そうそう。そして、最近ツイッターに、マシュマロを募集させていただきましたので、まあ、最近もらったマシュマロも答えていきたいと思っております。はい。まあ、とりあえず、まあ、今のまま、二つしか来なかったんですけど、まあ、いいんじゃない。ゼロより、2は、いいんだよ。全然大丈夫。かまわん。で、まあ、ただただ、紅茶を飲みながら雑談しようかなって思っちゃいます。ちょっと、YouTube の設定を確認させてくださいね。大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫と思う。大丈夫と思う。YouTube 設定。音量が大丈夫かどうかがわかんないから、何か問題あったら教えてくださいね。お願いしますから。最近なんか、配信した時は、なんか、自分の声の音量がめっちゃちっちゃくて、でもチャットにいる方が全然言ってくれなくて、なんかアーカイブ見ながら、僕のことがあんまり聞こえられないなって思って、恥ずかしいな。やっぱり知った方がいいじゃん。ラピスルズリさん、こんばんは、お久しぶりです。音大丈夫そう、ありがとうございました。よかったです。ちょっとワンちゃん何やってる？ワンちゃん何やってる？あ、言わん。オッケー。いいな。相変わらずワンちゃんのお世話になってしました。そうだよね。だから、今日は雑談プラス、マロ読みプラス、多分っていうか、まあ多分お絵かきになりますね。そんな内容になります。こちらの配信枠。みんな元気ですか？今週始まったばかりなんで、みんなまだ仕事してますかな？仕事で忙しいのかな？ちょっと紅茶飲ませてね。紅茶美味しいんだなぁ。今日も相変わらずイングリッシュブレックファーストティーですよね。好きだ。なんか、今日は紅茶か、ホットココアにするかが迷ってたんですけど、まあ、今のまま紅茶ですよね。夏休み、夏休みかーい。夏休み、いいんだな。たかりんさん、こんばんは。来てくれてありがとう。今日は雑談ですよ。雑談プラス、窓読みプラス、
気が向いたらお絵描き。いや、どんな配信かよ。どんな感じの配信かよ、これ。全然知らん。全く知らん。ただ、リリが、好きに、やってる配信枠、じゃん。そして、ピンコメント？まあ、コメントに、マロへのリンクがありますので、もしかして質問ある方は、いましたら、ぜひ、お願いします。はい。じゃあ、丸読みは、丸読み開始しようか？とりあえず。久しぶりのマシュマロ。マシュマロ、マシュマロ。はい。では、マシュマロ、うん。来たな？来たな？来たな？頑張って漢字読むようにしますから。頑張って声で読みますので、何か間違ってるときは、ぜひ教えてくださいね。VTuber 活動を始めて、約1年経ちますが、1年前と比べて変化ありますか？例えば、配信4の、機材がかなり増えたとか、ちょっと交換の液タブを使うようになったとか、対象が安心してたら、おー、コラボかーい。コラボが見たいなの。コラボやりたいよ。コラボやりたいよ。コラボはぜひやりたい。いやー、リングフィットはちょっとあれな。なんか、リングフィットはさ、なんか楽しいんだけど、僕は、運動苦手すぎて、なんか恥ずかしいかなって思ってるんですけど、みんなリングフィットが見たいんですか？みんなが見たいなら、もう一回やってみようかなって思ってますけど、まあ、自分の頭の中は、なんか、いや、恥ずかしいだなって思ってしまうんですけど、まあ、僕はスタミナが全然良くないんだし、いや、恥ずかしいんだな。そして、まあ、これは最近、まあ、体のことですよね。なんか、最近コロナがあって、なんか、健康良くないことにしちゃったんですけど、まあ今は大体大丈夫と思います。今は大体大丈夫。なので、まあ、またリングフィットをやってみようかな。いつかやってみようね。いつかね。正直、なんか、さっきじゃなくて、結構久しぶりだな。前の配信からずっとリングフィットとかやってないな。全然むずいんで、むずいんだから、難しいんで。いや、そうですよね。このスタミナが良くないだから、リングフィットはあんまりしないです。これね。でも本当に視聴者さんが見たいなら、いつかやってみてますね。やってみてほしい。頑張りますね。コラボはやってみたいんですけど、まあ正直、まあ日本語コラボはちょっと、なんか自分が外国人なので、なんか、コラボを誘っても、他の方をコラボに誘っても、いや、やりたくないかなって思ってるんですけど、正直わからない。なんか、僕、外国人で、なんか日本語第二言語だから、なんか、他の VTuber さんをコラボに誘ってみたら、みんな、なんか、あ、外国人だから、日本語そんなに上手くないかもしれないんで、言葉の壁がおかしくなる可能性があるかなって思ってる人もいます。と、感じますね。そういう気がします。こんばんは、来てくれてありがとう。今日雑談ですよ。でも他の方に迷惑かけたくないので、いや、日本
語話者の V さんにあんまりコラボを誘えないんですよね、僕は。ごめんな。でもやりたいんですけど、コラボは。コラボはやりたいんですけど。いや、迷惑かけてしまおうかなーって、ずっと悩んでしまうから。まあ、とりあえず今は、コラボ予定はあんまりないです。あんまりない。ごめんなさいね。ごめんなさいね。いつかコラボやってみたい。日本語でコラボやってみてほしい。うんうん、そうなんですね。いいんだよね。まあ、日本はわからないんですけど、まあ、今日のイギリスはあんまりいい天気だから。まあ、そうかもしれないね。正直わかんないんですけど、まあ、他の方は、なんか自分の言語レベルは詳しくないから、多分、誘っても断りする方がいるかな。正直わかんない。なんか不安であんまりコラボする予定はしてないんですね。そして、1年前と比べて変化ありますか?みたいな質問なので、正直僕的には、あんまり、あれ?ワンちゃん何やってる?ちょっと待って、ワンちゃんのお世話。ワンちゃんのお世話。はい、ただいまでーす。ワンちゃん大丈夫だった。家族が帰りましたので、ワンちゃんがワンワンし始めた。おかえりおかえりみたいな、そういう意味のワンワンが始めた。まあ、でも正直なんかコラボはやりたいんです。そして変化は、正直僕的には変化はあんまりないかもしれない。なんか配信始めた時と同じ、なんかマイクとか、パソコンも使ってますから、あんまり変わってないな。僕は。あ、でも、なんか、液タブが書いてあるんですけど、正直僕はまだペンタブ。液タブは使わないんです。僕はまだペンタブで、なんか今使ってるのは、めっちゃちっちゃいんだけど、昨日さ、新しいの注文しました。新しいの買っちゃった。まだ届いてないんですけど、買っちゃったんだ。楽しみ。英語勉強したいの?英語教えてあげますね。英語教えてあげますね。日本語話せないんですけど。日本語話せないんですけど、英語教えてあげますね。前はなんか、英語スラング教えてあげる配信みたいなことがあったんだけど、まあ、英語勉強配信とかが見たいんですか?まあ僕ネイティブだからあんまり問題ないから。もし視聴者さんがそういう配信枠が見たいならやりますね。そうすると、いやー、来月からできるかな?かな?正直わかんない。あ、文書か。まあ、正直、なんか、僕も日本語であんまり書けないから。なんか自分の日本語レベルはずっと悩むんですけど、まあ、やっぱり、なんか、書くより話す方が上手いんだな、僕は。そして、お絵かき暗殺団配信。
まあ、今は雑談だよ。今は雑談やってますから。でも、お絵描きもやってみたいんですけど、最近は、なんか、配信内容にできない、牛乳仕事がいっぱいあって、お絵描き配信はあんまり、やる気がしてないんですよね。だって毎日、お絵描きは毎日仕事だから。毎日お絵描きしてますから。でも仕事、なんか有料依頼が落ち着いたら、またお絵描き&雑談、やらせてくださいね。またね。そして、次のマロね。次のマロね。次にしようか。いや、これは、多分、みんな、笑うんですけど。ブリジットの数はいつするんですか？クソ。いや、そりゃ、それは別に、そういうつもりはなかったんですけど、なんでこういう、なんでこんなことは、なんでこんなことになっちゃう、なっちゃったの？知らんな。してよ。いや、僕は多分、いや、ブリジットちゃんの数は多分、似合わないかな、僕。なんか、金髪があんまり、似合わないから。でもやっぱり、ギルティギアはコスプレしたいな。まあ僕、前にも言ったんですけど、僕、昔はレイヤーだったんで、まあ、コスプレに興味がありますけど、まあ、数年前から。だって、ね、あ、ダムは絶対無理だ。ダムは無理だ。絶対。ダムは無理だ。できればテスタメントコスプレしたいんだよな。僕は。あ、でも、なんか自分の身長がちょっと低いんで。それも似合わないかな。コスプレは難しいんだよな。テスターいいかも。そうだよね。最近なんかお友達と、会った時があるんで、なんかお友達が、なんか会った時は、なんかリア友ね、友達が、一瞬、なんか、止まって、なんかじーっと、見てたんですけど、まあ、数秒後は、いや、ディリーはもう、なんか、テスタメントみたいな以上してるんですけど、みたいなことを言っちゃったんですけど、そういうつもりはなかったんだ。そういうつもりはなかったんだよ。テスタメントなら似合いそう。おー、ありがたい。褒め言葉だ。褒め言葉だ。でも、まあ、また、レイヤーになるのなら、またコスプレしますのなら、またそういうことになったら、テスタメントをコスプレしたいな。でも、ブリジットは、まあ、やりたくないなんかじゃなくて、似てるなら、なんか髪型似合うなら、やってみようかなって。やってみようかな。いつかね。正直わかんないな。いやー、久しぶりにコスプレしてないから。昔、コスプレしたキャラは、いや、僕は、なんか、子供の頃からずっとコスプレしたんで、なんか、12歳の時は、岡野の鏡ねりんちゃんをコスプレしたので、その時からずっとレイヤーしてたんですけど、まあコロナの前は止まったんですよね。だってコロナのせいでコスイベは大体延期になっちゃって、
そういう時からコスはしてないんです。うん。コスプレしたキャラは、大体なんか、ラブライブとか、なんかそういう感じのアイドルシリーズか、ボカロとか、他になんだろう。もう思い出せないな。もう思い出せないな。久しぶり。でも本当に、一度だけギルティギアをコスプレしたい。一度だけコスプレしてみたいんだ。ちょっと紅茶飲ませてね。寒くなるから。飲まないと寒くなっちゃうから。でもそうだよね。多分、一度だけ、コスプレにいて、それが終わったら、多分、やめるかな。コスプレ。わかんないな。あ、クロスプレイが、来月かな？結構近いんですよね、クロスプレイが。ストライブの話ね。ぜひぜひ。まあ、毎週参加型やってるんだから、ぜひ参加してみてください、クロスプレイが来たら。本当に楽しみだ、クロスプレイ。めっちゃ楽しみだ。PS の方と遊べるようになりたいんだ。遊べるようになりたいんだ。よし。では、マシュマロを確認させて。あ、マシュマロが来たんだ。新しいのが来たんだ。スクショは撮ってないから、スクショは準備してないから。読んでみてもいいかな。ただ声で読んでみてもいい？はじめまして、よろしくお願いいたします。初見さんですか？はじめまして、よろしく。ゆりです。今日は雑談配信やっていきます。日本語第二言語のイギリス人 VTuber です。よろしくお願いいたします。次のマシュマロはね、最近買った読んだ漫画ありますか？それか気になっているゲームは何ですか？いやー、最近は、アニメとか漫画、全然、なんか、読んでない。アニメとか漫画とか。最近。なんか今人気そうなアニメが全然わかんないんで。漫画は全然、買ってないな。全然、読んでない。なんか数年前から、読んでないな。ごめんなさいね。でもゲームは、もちろん、いつもやってますから、もちろん、一番お気に入りは、ギルティギアストライブなんですけど、それ以外は、なんだろう。ちょっとスチーム見てみようかな。あ、昨日始めたばかりのカルトオブザラム？めっちゃ楽しいんだ。めっちゃ楽しいんだ。おすすめしたい。そして、他にやっていたのは何だろう。あ、まあ、今日パッチが出たの FF14 ですよね。僕は前、なんかずっと FF が好きだった。FF14 が好きだったんで、まあ、今日の配信が終わったら多分、やってみようかな。新アップデート。楽しみだ、マジで。あれ？配信落ちてるから。FF14 なんです。あー、うらやまー！インしたい！インしたいんだ！
応援したいんだ、マジで。あ、僕、さ、最近、最近はずっと欧州サワーだけど、まあ、日本サワーにサブアカもあるんだから、14やってみようかな。また、日本サワーに、おっか、なんか戻りたいな。戻りたいな。なんか僕、FF14 始めた時は、なんか日本語があんまり詳しくわかってないんで、なんかエロゼアの方のおかげで、こんな感じで、話せるようになりましたね。FF14 始めた時、なんか日本サーバーでキャラ作った時は、なんか日本語が、なんか、ちょっとだけ知ったんですけど、まあ、話せるぐらいの、なんか勇気がなかったみたいな感じなので、なんか、フリーカンパニーの方のおかげで、なんか話せるようになりました。14はいいんだぞ。でもそうだよね。FF14 は好きだ。そして他に好きのは、なんだろう。最近やってるのなんだろう。あ、最近なんかタワーオブファンタジー始めたんですけど、日本語でなんて言うんだろう。タワーオブファンタジー。塔？なんとか塔？わかんないな。日本語の名前わかんないな。ごめん。タワーファンタジー。英語でね。それも始めた。MMO のやつ。それな感じが、見たことあるんですけど、幻冬って合ってる？合ってるかな？発音わかんないや。感じむずいんだもん。あ、そう、でも、それ始めたよ。最近始めた。楽しいんだよ、結構。なんか配信しようかなって思ってたんですけど、まあ、やっぱり、こんな感じのゲームはなんか、自分で進みたいなっていう気持ちがありますから。最近は、なんか、一人で進めますね。なんか MMO がもちろんなんかお友達とやってみたいんですけど、なんか配信されたくないお友達が多いなので、なんか MMO はだいたい配信しませんですよね。英語の方が難しい。まあ僕英語ネイティブだから、僕は英語の方が簡単だと思いますけど。発音はちょっとあれだな。違うんだな。Tower of Fantasy。違うんだね。そして、なんだろう。他にやりたいゲームとかありますかな？なんか、1年記念配信として、アモアスやってみたいな。なんか、半年記念配信なようにしたかったんですけど、まあ、サーバーが落ちてしまったんだから、できなくて、残念だったんだけど、1年記念は、やりたいですよね。アモアス。いつか、なんか日本語で、アモアスコラボ、やってみたいんだよ。でも、なんか、他の方参加してくれるのかな？
それともなんか言葉の壁を越えてアモアス配信なんか一部が英語話者で一部が日本語話者でみんなでなんか言葉の壁を越えようと頑張ってアモアスしたいな、そういう配信枠面白そうじゃん。うん、そうそうそう。そうそう。宇宙人のみたいなやつ。年度楽しいな、やってみようかな。楽しいんだよ。正直、なんか、よく、なんか、原神と似てるって言われてるんですけど、僕は原神やったことがないから、わかんないな。わかんないね。うんうん。ごめん、ヘッドホンが。人狼ゲーム、そうそう。アモアスが。めっちゃ楽しいんだよ。あ、そして最近のお仕事について話してもいい？うんうん。イメージ。最近やった。イラスト見せてやりますね。僕は最近、やり始めてないでしょ、見せてくれますか？いやー、まあ、やりたいんですけど、僕は欧州サーバーだから多分無理かな。欧州だからもね。じゃあ、さっきの、最近やった仕事、イラストを、見せてあげます。ちょっと探してるんですけど、なんで見つからないですか？はい。待つねー。はい。一つ。うん、うん、OBS 見す、レベル。OBS。OS の使い方わかんないや。自分。イメージ。イメージ。どこだっけ？どこら辺だっけ？はい。二つ目。こちら。準備中 VTuber さんのキャラデザ担当させていただきました。はい。まだデビューしてないんですけど、で、まあ、間もなくデビューする。待って。自分のことどっちだっけ？まあ、すぐ配信活動を始めるつもりがある準備中の方です。そして、なんか、面白いのが、なんか、この二人、なんか、デザインが結構似てるんですよね。だって、なんか、この二人、なんか、双子です。双子です。そして、なんか、双子ちゃんで配信しようかなって思ってる双子です。面白いんじゃん。初めて聞いたかも。そう、二人でデビュー。英語圏の方なんですけど、二人でデビューする双子。なので、こちら、上の、シルスちゃんが、青空の魔女と、下にある、メッサちゃんが、星空の魔女。発音がおかしくなってしまう。そうだよ、双子でデビュー。初めて聞いた。面白くない？面白いんじゃん。うんうんうん。英語圏の方ですけど、まあ、気が向いたらぜひ、応援よろしくお願いしますね。僕が、キャラデザーだけじゃなくて、立ち絵と、モデリングも担当させていただきましたので、本当に楽しみだよ、この二人。シルスちゃんとメイッサちゃん。うんうんうん。
めっちゃ可愛いじゃん。そうだよ。そんなことは初めて聞いたな。なんか一緒でデビューする双子。面白い。でも僕はそんな感じの仕事をやってますね。なんかキャラデザとか、立ち絵とか、モデリングとか、頑張ってほしい。そう。それな。デビューはいつになるのかわかんないんですけど、めっちゃ楽しみにしてるんだよ。めっちゃ楽しみだ。他に、見せることがありますかな？多分ないかな。今は多分ないかも。ごめんな。なんか完成するまで配信ないようにできないんだから。ごめんな。やっぱりお絵かき配信やってほしいんですけど、まあ最近はずっとなんか配信ないようにできない仕事ばっかなので、できないんだな。できないんだな。そして仕事が終わったらお絵かきする日が全然ないだから、そういうことになってしまうな。ゲームやりたくなってしまう。あれ？え？何の音？あれワンちゃんなの？ワンちゃん何？何何？あ、扉開けないの？ほら。はい。お兄ちゃん。扉開けないのに、なんか僕が開いたと、別のとこまで行ったんだよ、ワンちゃんが。ほらー。ワンちゃん。ワンちゃんが。じゃあ、他に、答える丸がないんです。他に答えるマシュマロがないんだ。ごめんな。でも何か話したいことがあったら、ぜひチャットで教えてくださいね。まあ、まだ14の話していいっすか？みんな、まあ14をやってるみんな、何のジョブやってますか？僕は、まあ、メインが、リーパーで、サブが学者。そして、漆黒の時は、メインが、先生術師だったんですけど、まあ、ずっとバリアでやったんだから、フィナーレは、学者にしました。ガンブレ楽しいんだなぁ。日本サワーで、ガンブレと白魔と学者は全部やってます。募集サーバーはリーパーと学者。そして、なんか、欧州サーバーの、なんかサブキャラで、竜やってます。全部楽しいだと。なんか昔は霊式とかずっとやってたんですけど、最近は、別に興味ないかな。なんかめっちゃ時間かかるんだから、そうする気分がないんですけど、まあ。はーい。またねー。来てくれてありがとうございました。おやすみなさいね。それはね、全部が楽しいんだよ。でも、今はディーパーが一番好き。今のままはディーパーが一番好き。また遊びに来ます。ありがとう！楽しみにしてますよ。
いつか英語授業の配信やらせてくださいね。いつかね。うんうん。いや、英語勉強配信、なんか視聴者さん、視聴者さんのためになんか英語勉強配信やってみたら、どこから始めようか。まあ僕先生じゃないんだから、どこから始めるかどうかがわかんない。なんか英語ならなんか挨拶とか、挨拶とか、文字かな。わかんないな、知らないな。何かおすすめしたいことがあればぜひ教えてくださいね。挨拶かな。挨拶多分いいやんかな。なんか簡単に、なんか簡単に思い出せること。スラングはやってました。そうだよね。ネットスラングとかもうやってましたんだけど、それはかなりなんかハイレベルみたいな感じだった。だから。最初から始めようかな。最初から始めようかな。初心者でも理解できる英語。うわ、紅茶寒くなってきた。やべえ。全然美味しくないんだ。ピーン。新しいの作ろうか。いやー、もう昼ご飯の時間ぐらいだから、配信終わったら昼ご飯食べようか。どんな昼ご飯にしようか。正直僕は、朝ごはんも、朝ごはんでも食べてないんだから。ごめんなさいよ。僕みたいな大人になれないでね。みんなしっかり朝ごはん食べてね。あ、そうだよ。じゃあ、ちょっとメモって、ちょっとメモを書いて、いつか、英語を教える配信枠とか、やってみよう。はい。メモってみよう。英語は授業配信。そうだよね。なんか文字、なんか英語だったら多分文字が大事だと思うんですけど、なんかネットで教えるのが難しいかなって思う。難しいかもしれない。まあやってみよう。チャレンジしてみよう。みんな。みんな言葉の壁を越えよう。まあ僕も日本語ちゃんと勉強しないといけないんですよね。なんか書き方が、ちょっとあれだな。書き方が。なんか、読み方は、大体大丈夫と思うんですけど、書き方はあれだな。だって僕なんか、リアルであんまり、なんか日本語を使うチャンスがないんだから、別に書き方を学ぶ必要がなかったんだよ、今まで。だからあんまり書けないんだよ、漢字。いや、あんまりじゃなくて、なんか全然書けないんだ。なんか簡単な感じしか書けない。めっちゃ難しいんだ。
あ僕も頑張ってみようかなって思ってますでは結構短い配信になってしましたが、なってしまったが、そろそろ昼ご飯の時間になっちゃうからここで終わってみようかな、みんな。もし時間があればまたカルト・オブ・ザ・ラムやってみようかな、今日、今夜。まあ日本時間なら真夜中になってしまうんですけど、気が向いたらね、気が向いたぜ、なんか絶対やるじゃなくて、なんか気が向いたらカルト・オブ・ザ・ラムやっていきたいと思います。うんうんうん、ちゃんと食べますねありがとうね。そして次の配信明日になっちゃうのかな、明日になっちゃうかもしれないのでよろしくお願いいたします。今度の配信も、うんうんうん、今度の配信もね、明日どんな配信しようかなんかまだ決まってないんですけど、お絵かきか、お絵かきか、格ゲーにしようかな。うん、あ、ちなみに、まあ、英語でもう言ったんですけど、別の配信でもう言ってしまったんですけど、まあ、日本語はまだ伝わってないんで、今週末は、配信ができなくなっちゃいます、しばらく。来週の、まあ、来週の5日に、5日まで、まあ、いつになるのかわかんないんですけど、いや、月曜日は絶対配信できないんだけど、その後は、多分大丈夫かな？うん、知らん。でも、まあ、週末は配信がなしなので、ストライブ参加型がなしで、そして、ダミちゃんとコラボ逆転裁判もないです。申し訳ございませんでした。ちょっとお休みを取らせてください。では、今日の配信をここまでにしますか？みんな、見てくれてありがとう。雑談できてよかった。バイー。では、また、また今度の配信にね、よろしくお願いいたします。マロはいつでもオープンだから、ぜひ、なんか質問ある方はご自由に送ってください。では、次の配信まで、またねー！バイバーイ！